シュワーバーの今シーズンの成績、打率1割9分8厘、出塁率3割4分4厘、長打率4割7分3厘、45本100打点105得点、そして MLB 最多三振。かつてこんなにもひどい打率でここまで貢献度の高い選手がいたか。シュワーバーは47単打45ホーマー。シュワーバーの今シーズンは MLB 史上最も気持ち悪い成績。シュワーバーは本塁打四球三振にしか興味がないんだよ。過去に戻ってこいつが将来リードオフマンになるんだぞってみんなに教えたい。おもろいのがさ、もし昔の打率進行の強い時代にシュワーバーがいたらメジャーに上がれてないかもなんだよな。貢献度の高い男カイル・シュワーバーだけど、1から9番まで全員シュワーバーだったら試合見るの拷問だわ。8人のシュワーバーが守備についても想像したら絶望してきた。ショートシュワーバーはくっそ面白いな。ワー 0.5 は貢献度高いのか。ワーが低いのは守備がめちゃくちゃ悪いから、打撃だけならかなり貢献してる。守備気にしてんのはオタクだけ。そして人生で一度も野菜を食べたことがない。おい、ポテトは野菜だぞ。ディビジョンシリーズになると急に打率5割になるのが待ちきれない。そしてなぜか全無単打なんだよな。現代のアダムダン